こういうおじさんたちが日本を背負ってきたんですよ、今。ね。ありますか？私の名前は砂田智明。一生懸命働いてよかったなというふうに。会社命の熱血サラリーマンでございましたが、第二の人生を謳歌し始めた矢先のことでございます。がんの宣告を受けております。はい。段取り命の私がまず取り組んだのはエンディングノート作りでございました。一応式場の4つ見てきてか、こういうの見せて結構来ちゃうんだよね。あの近親者でっていうふうに言うふうに伝えるから来てもらうし、近親者でちょうど行うよね。ハッピーバースデー。お父さん、これでもう思い残すことないね。息子はこう申しますが、私には段取らねばいけないことがまだまだたくさんあるのでございます。お父ちゃまありがとう。自分の人生をきちっとデッサンしとかないと残された家族は困るだろうということも含めまして、母はこれなんですけどね、なんでこのくらい元気にいられるのが不思議です。いつかの泣き虫。行ってしまう時っていうのはどういう感じで行くんですか？また遊ぼうね。なんか食べること食べる。戻っていた。一緒に来た。あるよ。家族の絆を娘が描いた感動のエンターテインメントドキュメンタリー、エンディングノート。